北海道東部の弟子屈町硫黄山、別名アトサヌプリは標高512メートルの活火山です。最も標高の低い場所にある高山植物帯としても有名です。数百年前の噴火でできた爆裂火口です。上空からは熊落としと呼ばれる大きな火口全体を望むことができます。冬の硫黄山にも多くの観光客が訪れます。地熱が高く雪が積もらないところもあります。黙々と噴煙が上がるこの地は川湯温泉で湧出する硫黄泉の源となっています。明治時代、硫黄山の山麓は硫黄の採掘で開発され、鉄道も建設されました。鉱山としてはわずかな期間でしたが、後の釧路地方開発の礎となりました。硫黄山の東山麓に露天風呂があります。日本庭園を模したその風情は多くの人々に親しまれています。この温泉もまた硫黄山の恵みです。